長野県側の展望台より、群馬県側を望む十国峠は、長野県南作佐作保町と群馬県田野郡、上野村の間にある峠。かつて米の取れない、上州地方西部の山間部に、新州作盆地から1日十国の米を運び込んでいった道であることからこの名が付けられたとされる。新州からは、米、味噌、醤油などが、上州からは炭。 紙などが運ばれた。往来する孫たちが歌った十国孫歌が今に伝わる。秩父事件では、国民党軍の一部が秩父方面からこの峠を越えて、馬流に配送した。現在は国道299号及び国道462号の一部で、標高は1351メートルである。町側には展望塔があり、 そこから妙義荒船作高原国定公園の雄大な自然を眺望することができる。全体として狭く、路面状態も良くない。関東地方の国道としては、整備状態が最悪の部類に入り、しばしば国道などと揶揄される。1999年8月に台風による土砂崩れで道路が崩壊し、通行止めとなり、その後も同様の災害が起きたため、 2004年まで、数年通行止めとなっていた。現在も、連続降水量100ミリメートルなどで、たびたび通行止めとなり、陶器は積雪により閉鎖される。陶器通行止め期間は、例年12月24日から翌年4月8日までである。このため、群馬県側ではや湯沢林道が、迂回路として用いられることもある。また、陶器通行止めの期間は田口峠が、 迂回路になる現在、群馬県側は、令和元年東日本台風による土砂崩れによりや、湯沢林道も含め通行止めになっている。境愛につき大型車は、通行不可であり、普通車のすれ違いも、困難となっている。舗装されてはいるものの、ところどころで砂利、砂が浮いているため、スリップなどの危険性も高い。現在、十国峠の抜本対策として、 国道299号十国道路が国土交通省高崎河川国道事務所にて計画されている。原動拡幅整備案や長大トンネルバイパス案や両案の接中案を含めて廃方式で3案で比較検討されている。当該区間は直轄権限代行によって国の直轄事業で整備される模様。ありがとうございます。